社線が廃線になれば地図から真っ白がなくなりますよと。こんばんは。しゃべくる真っ白八代線プロジェクトの片桐です。今日は昨夜からの雪で、大変道が悪くなっておりますが、そんな中今日はこの特番を直に見てみようと皆さんがお集まりいただいております。皆さん方にはまた後でですね、直接お話を伺いたいと思いますので、また一つよろしくお願いしたいと思います。まあともあれ、今晩は緊急特別番組といたしまして、時間を延長して8時まで、30分間の放送となります。ご承知のように、それには長野電鉄活性化協議会がすでに八代線の廃線を決定しております。そんな中、沿線住民からは大変な不安が広がってきております。そこで、私どもは八代線プロジェクトで大変ご苦労をいただいております若穂住民自治協議会の会長さんであられます星澤茂之さん、並びに、真っ白住民自治協議会の副会長であられます中島会長さんにおいでいただきまして、今後の経緯をお話しいただき、またこれからの対応を お話しいただきたい、こんなふうに思っています。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて中島さん、この決定につきまして、どんなふうに受け止められたでしょうか。先日の長野市のこの長年の活性化協議会の結論が出されたわけですが、まさか、もうすぐ廃線ということでバス代替という案になるということは私どもは予想していませんでした。国からの助成をいただいて実証実験を3年間行って、その中で十分検証した上で、将来の姿というものを結論付けていくというふうに聞いておりましたので、そのように私どもは進むと、その間にやはり住民の皆さん方にいろいろご実情ご理解いただく中で存続ということをぜひ目指していきたいということで進んでおりましたので、正直言って非常にびっくりしましたし、驚きました。そうですね、あまりにも拙速の結論で私ども本当にびっくりしているわけでございますけれども、星田さんの方では実際その委員として会合に出席されておられたということですが、どんな様子なんだでしょうか。結論から申し上げますと、こういう結果になるというふうには考えていませんでした。極めて、残念な結果です。というのはですね、協議会の中、要するに活性協議会ですけれども、12回、行ってきましたけれども、この間ですね、いかにしたら八代線が存続できるのかという、こういう論議がされるものというふうに思っていましたけれども、そういう中身の論議はほとんどされてきませんでした。まさに今考えると廃線ありきの、協議会のような感じをして、なりません。いずれにしてもこれからですね、存続するために、どのような取り組みをしていくのかということが、大きな私たちに課せられた課題かなと
というふうに思っています。極めて残念です。そうですね、本当に、残念なことだと思うんですけども、まあ、いずれにしても決定をされたことですから、今後どのような形でも進めていっていいか、私どもともども、まあ、考えていきたいと思っております。それではですね、私ども真っ白テレビで、ね、先日真っ白駅と若穂の白野川田駅で、乗客の皆さんに直接声をお聞きしておりますもんで、その VTR をご覧いただいて、その後またそれについていろいろとご意見をお伺いしたいと思いますが、よろしくお願いします。通学は どのようになりますかね。不便だし、うん、バスも出ればいいけど、うん、電車の時間と噛み合わないから、うん、通学に不便で、うん、学校に間に合わないから大変だなと思います。うん、まあ、存続という通勤と、まあ、だから朝の時間と夕方の時間に便を集中して、お昼の間とかね、比較的その乗る人が少ない時間帯をもっと 大胆に削るとかして、まあ、便数を、まあ、全体の便数を減らすっていうような形の中でやればなんとかならないかなと思います。はい、通学で利用ですか。はい、冬だけ。冬の間は電車を利用。はい。八代線廃線をご存知ですか。はい。もし電車がなくなってしまったら、通学はどのように考えてます。親は多分送り迎えしてくれないと思うので、地元行くとか、なんとか、なんか手段を考える。うん、自転車が何かでね。どこまで行くのかしら。八代まで行きます。八代まで自転車で。はい。形的にもなんか古いような気がするんで、やっぱ新しくし、お金がなくても新しくして、なんかバスと併用とかもいいかなと思う。バスと併用でね、デザインも新しく、はい、みんながこう楽しくなるような電車がいいなと、はい、いうことかしら。はい、ご自身は通勤でということで、亡くなってしまったらどのように。そうですね、ちょっとバスだとやっぱり私まだ八代から乗り換えて品川鉄道を乗るもんですから、やっぱり電車というのはね、時間正確ですから非常に便利なんですけども、これまた病院がありますので利用している者にとっては非常に残念というかね、ですけどね、まあ、何か存続のためのいいアイデアじゃないですかね。そうですね、まあ、今環境問題ですね、いろいろ騒がれてますから、やっぱり皆さん前から通勤じゃなく公共交通機関を利用するというのが一番いいんですけど、なかなか難しいでしょうけどね。住民の意識も大切です。そうですよね。はい、ありがとうございます。お忙しいところ。この時代の、まあ、こととはいえね、やっぱりちょっとできればね、なんとかこう継続してね、やっぱりこの真っ白駅のこうお客さんの乗り入れがやっぱりね、こうこれなくなっちゃうってことになら、我々ここにいてもね、そうですよね、ここから誰も来ないってことですから ね、 ね、ちょっとこれやっぱり寂しいですよね。八代線が廃線になって、いや不便だね、これ本数なくてもね、やっぱし走ってもらわなくちゃと思っておりますが、松代に通われてるんですか、通勤されてるんですか。病院がいわれてます。病院ですか。ああそうですか。どちらからいらっしゃったんですか。綿内です。あ、綿内ですか。はい、やはり電車なくなると大変ですよね。バスじゃちょっとね、これ、あそうですか。朝なんかね、特に病人はもう午前中でしょ、そうですね、だからそんなもんだから、大変だね、これ。八代線が廃線になっちゃったらどうされますか、病院にいらっしゃるのに。私の場合は、
福祉の自動車をお願いしたんですけどね、はいはい、もうバスじゃちょっと無理だと思う。あ、そうですか。はい、例えば救急車など呼んだ時にね、この辺はね、海外発症病院なんですって。おばあちゃんと二人きりでしょ。だっておじいちゃんが具合悪くて呼んだら、町の病院って言ったから、いいやめてくれって言ったら、まあ、廃止になれば、おばあちゃんはほら、いきなりでしょ、電車がないんだったら。で、また年金暮らしだとさ、タクシーばっかし呼んでらんないでしょ、生活もあるしね。え、だそういう声もさ、届いてるんか。だかそういう声もいっぱいね、やってもらいたいよ。健康な人や通勤の人を聞いた人数見てね、やってられてもね、下々の話が届かないもんね。上の段階きりの話でしょ。はい、というわけでございますけれども、まあ交通弱者と申しますかね、学生とか老人とか、こういった皆さん方が本当に廃線になると困って、切実の問題であるんじゃなかと、こんなふうに思います。まあ学生のですね、通勤の通学の方々が結構多いと思うんですけど、中島さんどうでしょうかね、その辺のところは。そうですね、はい、私ども真っ白の状況を見ますと、真っ白高校へ通ってくる生徒さんが須坂から八代からの方面からたくさん、特に冬場の場合には、上り下りともやはり200、お客さんで200名近く乗ってまいりますし、また真っ白から八代高校なり須坂方面の高校へ通っている生徒さんもたくさんいらっしゃる。それからちょっと時間ずれますけど、真っ白病院に多くの患者さんがお見えになるということで、実は私もこの間朝須坂から真っ白まで車で走ってみたわけですが、本当に若穂近くの車の渋滞がですね、私も非常にびっくりいたしました。通勤の車がたくさんいて、何箇所も渋滞があってですね、おそらくバス代替になった時に、1台で 5,60 人ぐらいしか乗れないんでしょうけど、今通ってる200人ぐらいの人がですね、バスに変わって、今の電車ですと須坂真っ白間だったら25分ですが、私の乗用車で1時間かかりましたから、バスになるともっと時間かかるんだろうと。それで本当に通勤ができるのかな、通学ができるのかなっていうことを考えたときに、それだけでももうちょっと考えられないなと。そこまで、皆さんが活性化の皆さん方がですね、考えた上で結論を出されたのかっていうことから言うと、私は非常に強い疑念を抱いております。そうですね、バス代替といってもですね、今おっしゃるように大勢の皆さんが一気に集中すると、ね、ラッシュは当然そうなりますけども、それとやっぱり時間に、ね、定時で着くということが一番の電車の利点でありますけども、まあ、今日のように、雪がですねこう降ったような時には当然もう渋滞、がされますもんで、当然遅れてしまいますよね。そんなことから、まあこの八代線だけじゃなくて、八代線を利用して JR の電車に乗り換えていくというような方々においては、特に相手の電車は待ってませんからね、その時間に定時に着くということが、絶対条件ではなかったと思いますよね。そうしますと、まあ、若穂の方でですね、会長さん、まあ、いろいろとここでもってイベントを組んで、まあ、私いきなり川出駅から善光寺さんの方へ、まあ、乗っていただいて、その富を祭るとかそういったものを見学いただくというようなお話も聞いておりますけども、その辺のところからちょっとお話をいただけますんでしょうか。
そうですね、あのかなり、まあ、社線の存続を願って今までイベントをかなり組んできました。で先日豆苗祭り、前後時のですね豆苗祭りと、まあ、懐石料理ということで、定員が定められておりましたので料理の方だと思うんですけれども、あのそれほど多くの人数行くことできませんでしたけれども、26人があの参加していきました。それを含めてですね、すでに、まあ、8回9回ですかね行ってまいりましたけれども、平成21年のですねもう4月から非常に危機感を感じてこうイベントを組んできているんですね。そして、まあ、集会等も含めて、今までが1500人ぐらいな、まあ、動員がされましてですね、なんとか、まあ、社線を残したいと、まあ、そんな取り組みをこのところ、まあ、ずっと続けてきているんですね。非常に、まあ、そういった中にあって、1割しか増えなかったという方もいますけれども、僕らは1割も増えたじゃないかという、まあ、評価をしているわけですね。まあ、今後も社線を使って、イベントをさらに、組んでいきたいと、まあ、そんなふうに思っています。はい、まあ、大変大きな力になっていると思うんですけどね、そういったことも将来継続的にですね、進めていただければより効果が上がるんじゃないかと。ただこのね、配線が決まっていますもので、終わってしまえば、まあ、そういったこともできないわけですよね。だからその前に、なんとかこの継続できるような方策というものをいろいろ考えていかなければいけないんじゃないかと私も考えております。まあ、それにしても、まあ一般住民の皆さん方の意識がまだちょっと足りないような感じを受けます。これもですね、こうして敗戦の報道を聞いてですね、そんなに危機的な状況であったのかと初めて皆さん知って、こうしてまだ多少の動きは出てきているようですが、まだまだ足りないような気がしますもんで、これからそういった形でもっていろんな形で PR していきたいと、こんなふうに私ども思っておりますのでよろしくお願いしたいと思います。それではですね、ここでせっかく大勢の皆さんがお見えになっておりますもんで、皆さんの声もちょっと聞いてみたいと思いますので、皆さん二本松さん、ちょっとインタビューをお願いしたいと思いますが、はいはいはい、若穂の方から、お客様をお見えになった人のお名前を聞かせください。奈良本です。奈良本さん、はい、若穂の地区では皆さんどのような、先ほど今町の駅前で、インタビューしたんですが、若穂の皆様はどのようなことで廃線阻止といいますか、存続を願っていらっしゃるか、動きをちょっと教えていただければと思いますが、はい、若穂の住民の方も、これまでの90年の長い歴史の中ですね、はい、やっぱりもう生活なり密接につながったそういう路線だったんですよね。それがやっぱりここで廃線ってなった時に、それぞれ、ね、まあ、本当に落胆の思いとか本当にもう残念だなという気持ちといろんな複雑な思いが混じってるわけなんですよね。やっぱりやっぱり社線というのはこの加藤地区のある種シンボル的な存在でもあったわけですよね。そういうものがなくなるということは、まあ、あるものがなくなるということについては非常に大きな、まあ、あれがあるわけなんですけども、それがやっぱりこれから敗戦後にそういう非常に寂しい思いが必ず来るわけです。まあ、そういうことで私も木島線も見てきましたし、今本当に吉に追われたああいう路線を見たときに、やっぱり地域の、まあ、宝でもある社線がですね、そういうふうになりたくないなというふうな思いもありますし、その気持ちであるならば、それをやっぱりさらにその旅の楽しみだとか、その交通の、うん、まあ、運ぼだけなくて、そういうものがあるということ の安心感が、まあ、この人たちにあると思いますので、それのためにもぜひ、まあ、存続ということを願っていきたいと思いますけどね。はい、ありがとうございます。こちらも若穂の、はいはい、お名前を小林と言います。小林様、はい、2月2日のですね、いきなりの決定というようなことでもう私もびっくりしているわけですが、いかがでございますか。活性化協議会の委員の皆さんがですね、わずか半年ちょっと前に計画を作られたわけですよね。
で3年間の計画なわけです。でそれはまあ、本当に半年足らずの間にですね、それを廃止という結論を出されたということに対して大変私は疑問を持っているわけですね。でじゃあ本当に活性化協議会の皆さんが八代線の再生活性化のためにですねどういう努力をされたのかと、そういうことを問いたいと思うんですね。で、まあ、最近は鉄道というものは非常に見直されてきているわけですね、全国的に。そういった意味からは私ども沿線地元の取り組みも不十分かもしれません、まだまだね。しかし、鉄道の事業者の皆さんと我々沿線とそれから行政が本当に心を一つにですね固くチームワークを組んでこの活性化に取り組んできたかったという気持ちが非常に強いわけですね。ですから2日の決定はですね私どもとすればいきなりはしごを外されたとそういう感想を持ってます。そうですね、とにかく実証実験はまだ27でしたか、そのうちのまだ半分近くしかまだね終わってませんしね、まだまだこれからもう本当に十分にね皆さんも意識こう高まってきたところでちょうど本当におっしゃっていただいたはしごを外れたような感じでございますけどね。中島さん先回どうもありがとうございました。先ほど VTR でもですねご紹介しましたけれども、実は松代テレビ局の方は朝7時前からスタンバイしまして10時くらいまで、インタビューをしてたんです。本当にさっきちょっとしかご意見出てませんでした。ちょうどインタビューをしていただきました、西田さんおりますので他に、インタビューを受けられてどのようなことを感じられましたですかね。はい、そうですね、皆さんそれぞれの立場で、中学生さんは中学生さんの立場で、高校生も高校生の立場、そして通学でね使われている方もそれぞれの立場でこの配線をね捉えて、まあ皆さん答えてくださったんですけれども、とてもちょっと印象的だったのは通勤でね利用されている方がやはりこう毎日乗っていて必ず同じ電車に乗る人たちがいると。でその中にはやはり学生さんが多くて通勤で使ってる我々よりも学生さんたちの方が子どもたちの方がやっぱり深刻な問題ではないかっていうふうにおっしゃっていたことがとても印象的で、まあ、ご自分のことも大変なのにやはりその次世代の人たちのことまでを考えているっていうところがとても印象的でした。もう一つは皆さん何かいい案はないですかっていう、まあ存続のためのいい案はないですかって聞いたときにそれぞれなんか面白いことをさっきも VTR にあったようになんかこうもっと乗りたくなるような電車になったらいいとか朝だけね増やしてみたらどうかっていうなんかそれぞれ皆さんそういう思いをね持ってらっしゃるんだなって直接長野市とかね電鉄には届けられない声でも皆さんそれぞれ持っているというそういう声をねやっぱりもっと出していくというかそういうことが大事だなというふうに感じました。はい、ありがとうございました。このようなご意見で皆さんまだまだこれからですね盛り上がって十分時間をいただいて、これからね頑張ってやっていきたいというふうに皆さん思いが同じかと思います。はい、片木さんお願いします。はい、ありがとうございました。はい、それぞれね皆さんでお話をいただきましたがそれを受けてですね、中島さんどんなふうに、お受け止めいただきましたでしょうかね。そうですね、まあ、採算が取れない赤字だ設備投資がお金がかかる、まあ、いろんな面で電鉄さんがご努力された面での中で難しい部分というのはあることは事実だと思います。ですからむしろ私どもは鉄路をぜひ残してほしいなという願いがもし通じるならば、我々住民もそれから行政のからも支援をいただいてそれから鉄道事業者にもお力を借りて3社が一体となって何とか存続できる道というものがないんだろうか、
それはやはり一旦消してしまえば戻すことができないということと、やはりその辺の難しさがあるわけですが、この地域の願いもそうですし、長野市全体の人たちもやはり非常に心配しておられて、真っ白や若穂だけの問題じゃないよというふうに捉えていただける方もたくさんいらっしゃるので、私も大変嬉しく思うわけですが、そういった力もお借りしながら三者一体となってなんとか鉄道が存続できるように、というのが私ども今特に強く願っているところです。そんなことを引き続きやはり我々としてもしっかり、活動の中で取り入れていきたいというふうに思っています。そうですね、はい、ありがとうございました。本当にね、行政と会社と住民、これがまあ三位一体、車の両輪ではありませんけれども、まあ、そんな形でもって進めていかないと、この問題はそういうやつやつと解決できる問題ないかと思うんですが、まあ、電車もですね、ただ人が乗るというだけではなくて、やっぱりこのローカル線を生かしておくと、その農村の原風景、こういったものも非常に、まあ、必要になってくるんじゃないかと思います。まあ、地域住民ばかりではなくて、観光局の皆さんもですね、この松代なり須坂なり、湯田中、そういった方面にですね、どんどん来ていただくためにも、このレトロの電車を残しておきたいと、こんな思いは皆さんそれぞれ同じだと思うんですよね。それでは堀澤会長さん、はい、今のお話を受けてですね、はい、どんなふうにお感じになられましたでしょうか。そうですね、まさに先ほども話ありました通り、90年の歴史とさらには生活に関わること、まさに、それを乗り越えてきた人々の、まあ、生き様、すなわち、まあ、生活にかける文化といいますかね、そういうものが脈々とこう残っている、そういうものをきちっと継続していくこと自身が、まあ、地域の活性化につながるというふうには思っているわけですね。で、僕は僕らは僕らでですね、これからも勤めてまいりますけれども、議会に、市議会にですね、公共交通対策特別委員会という組織があって、非常に今住民の声を率直に聞いて、その住民の声を生かそうというような取り組みがされています。で、僕はこの特別委員会をはじめ、筑波市の議会、あるいは須坂市の議会や長野市の議会が、この議会の中で住民の声として本気になってこう取り組んでいただいていることが、議会の中で論議されて、そのことを行政側が、市長さんはじめですね、しっかり受け止めていただくこと、まあ、大きく、まあ、期待をしているわけです。どんな結果になるかはこれから僕らの動きも大変大事になってきますので、まあ、そこらの辺を重視したいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。それではもうそろそろ時間も迫ってまいりましたが、それではお二人にですね、一言ずつこのことだけはぜひ皆さんに訴えたいということがございましたらよろしくお願いしたいと思うんですが、中島の方からどうぞ。まあ、先ほど申し上げましたけれども、本当に一つ残されているのは、私は松代や若穂の住民だけがこの活動で存続を目指すんじゃなくて、長野市全体、あるいは千曲市、須坂市の人たちも一緒にこの問題はやっぱり考えてほしいなということを強く思っております。真っ白若穂だけではもう限界ございます。ぜひご協力をいただきたいなというふうに思っています。そうですね、広く大きな住民が関心を持っていただくことがまず大事だと思うんですね。ありがとうございます。それでは藤田さんの方からも、全く今言われた中島さんとの考え方同じです。若穂松代だけではなしにですね、長野市も全体として、一人一人が自らの問題、自らの課題として受け止めて、存続に、力を入れていただきたい、そんなふうに考えています。
はい、どうも今日はありがとうございました、本当に今日は力強いお話をいただきまして、私どもまたこの特別番組も3弾4弾と続けてまいりたいと、こんなふうに思っていますも、何卒よろしくご指導の方をお願いしたいと思います。今日どうもお忙しいところありがとうございました。ご苦労様でした。ありがとうございました。